いたしました。それではラストを飾るのは水戸女子高等学校吹奏楽部によるパフォーマンスになります。メッセージをお預かりしておりますのでご紹介いたします。私たち水戸女子高等学校吹奏楽部はきらめけ水戸女子スマイル、届け心からの音楽を目標に掲げ練習に励んでいます。新型コロナウイルスの影響で約3ヶ月間練習ができず、たくさんの本番や吹奏楽コンクールがなくなり落ち込むこともありましたが、自分たちの思いと演奏を届けるためにリモート演奏、ライブ配信での演奏を行ってきました。今回は今年度初めての外部演奏となります。このような状況の中、今日皆様の前で演奏できることを部員一同とても嬉しく思っております。感謝の気持ちと音楽を楽しむことの幸せをお届けできるよう精一杯演奏させていただきます。ぜひ最後までお楽しみください。
それでは水戸女子高等学校吹奏楽部の皆様、よろしくお願いいたします。7人の計61人で、きらめけ水戸女子スマイル、届け心からの音楽、全国大会金賞という目標で毎日明るく楽しく活動しています。本日は私たちの心からの音楽を会場いっぱいにお届けできるよう演奏します。最初に演奏するのは宝島です。この曲はフュージョングループのザ・スクエアによる楽曲を真島敏夫さんによって吹奏楽バージョンに編曲されました。サンバ調のリズムで自然と体が動き出してしまうような一曲となっています。水戸女子ならではの息の合った振り付けや華やかなサックスアンサンブルに注目し、皆さんも手拍子をしながら一緒にお楽しみください。
は吹奏楽コンクール課題曲1番平山雄一作曲のトイズパレードです。この曲はおもちゃたちが愉快に歌っているような明るく楽しいマーチになっています。今回は1年生とアシストとして2年生が数名入った構成で演奏を行います。水吉らしさあふれるおもちゃたちの世界観、各セクションのアンサンブルやトリオの響きある旋律などに注目しながらお聴きください。幸せは犠牲なしに得ることはできないのかをテーマに描かれ、次第に雰囲気が変わる曲奏で重厚で劇的な音楽となり、その後
一転して緊迫感があふれ、スピード感が増していくシーンから木管楽器の平和的な旋律、そして圧倒的なクライマックスへと導かれていきます。それでは冒頭のトランペットの叙情的なソロと金管楽器の迫力あるサウンドや木管楽器の温かさのある旋律などに注目しながらお聴きください。Thank you.
後に演奏するのはミトラスといったらこの曲、スイングスイングスイングです。この曲はスインガーの王様こと歌手でトランペット奏者のルイ・プリマによって書かれた曲です。スイングジャズを代表する名曲として定着し、今でもビッグバンドやスイングの演奏家の間でよく演奏されています。クラリネットの爽やかで魅力的なソロやドラムの迫力のあるかっこいいソロに管楽器のキレのある振り付け、そしてみとらしらしさ全開の笑顔をお届けします。それではみとらしのスイングの世界をお楽しみください。Thank you.
高等学校吹奏楽部の皆様、ありがとうございました。皆さんが心から楽しんで演奏されているのが伝わりました。さあ、以上でオーパーミュージックフェスタを終了となるのは皆さん寂しいですよね。はい、拍手いただきました。もう一曲お願いできますか。皆さん、先生 OK いただきました。それではもう一曲大丈夫ということですので、盛り上げていただきましょう。お願いいたします。アンコールありがとうございます。最後にマーチを一曲演奏させていただきます。以上をもちまして
オーパミュージックフェスタを終了いたします。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。会場は入場口からとなっております。退場される際は慌てずに順番に入場口から退場をお願いいたします。本日は感染症対策にご協力いただきまして皆様誠にありがとうございました。